特刊 VS 勤労賞公開は、早川書房から刊行された高戸の園の職業小説。特刊特別国税徴収館に続く特刊シリーズ第2作。月刊誌、ミステリーマガジンで2011年2月号から6月号にかけて5編が連載され、2011年に書き下ろしの6編とエピローグを収録して単行本化。 本作でグーコと鏡に敵対する存在が登場し、税務署の天敵である団体、勤労商工会に所属する弁護士、吹雪敦氏との対立が主軸となり、また自分が周囲に対して作り上げた、定裁と自分の居場所を指す、隙間が、作中の根底のテーマとして描かれている。7月の人事異動があり、鈴ぐ不可受が勤務する京橋署は、 京橋中央署に名称が変更となった中、税務官4年目となった空子は、上司の鏡の下以外にも一人で仕事を任されるようになるも、鏡がいないことで、実力不足が現れ、何をやるにもうまくできない現状に焦りを感じていた。そんな中、大衆食堂、唐川の主人が鏡に同活されて、自殺に追い込まれたとして、遺族が鏡を告訴する準備に入っているという、非常事態が、 京橋中央署に飛び交ってくる。そのことを境に遺族を要する税務署の天敵金労商工会による反税務署デモが展開され、グーコも鏡の身を案じるが、当の鏡は大王国税局に任せ、自らが関わることに消極的な態度だった。グーコは鏡のピンチに立ち上がった女性と里見と出会い、彼らから鏡の一件に裏があることを告げられる。 鏡を助けようと決意したグーコだったが、徴収家が国税局の通達により面な包みを担当していたため、株式会社ホツマの計画倒産の阻止を引き受けることに。だが、普段上等区のように使う法律の壁がグーコに立ちふさがり難航、計画倒産をめぐる欠損の危機は、新人のハルジ、所長の清里を巻き込んだ大掛かりな展開へと発展していく。 やがてグーコはこれまでの出来事に関わってきた人たちの定裁を目の当たりにしていく。からかは、ありがとうございます。